新宿駅西口小田急百貨店前ご通行中の皆さん、横断歩道渡っていらっしゃる皆さん、こんにちは。幸福実現党、幸福実現党参院比例代表党首釈良子とともに立候補しております七海ひろこ、皆様にご挨拶に上がりました。今回の参院選、どうか野党でもない与党でもない新しい選択として幸福実現党、2枚目の投票用紙には幸福、幸福とお書きいただきたく、この新宿西口お願いに上がりました七海ひろこと申します。今回の選挙、マスコミ報道を見るともう自公か民共か与党か野党か、そんな対決の構図に見えています。しかし今回の選挙、そんなつまんない選挙ではありません。新しい選択、新しい希望の幸福実現党があります。何が新しい希望かお伝えしたいと思います。今この日本、安倍政権はアベノミクスの是非を問うと言っていますけれども、この安倍政権の言ってる経済政策、このまんまやっていったら日本の景気どうなりますか。マイナス成長です。マイナス成長まっしぐら、それが安倍政権のやろうとしている経済政策です。これに対して野党、野党連合はこれを止めると言っているけれども、彼らには政策がありません。幸福実現党、この日本経済政策、経済成長させるその政策を持っています。もともとアベノミクス始まる前に、アベノミクスのその原型作ったのは誰だったか、安倍総理ではありません。安倍総理のブレーンでもありません。幸福実現党です。金融緩和して財政出動して成長戦略立てたら日本の景気は回復する、そう言っていました。その当時、そんなことをしても意味がないと、そんな夢のようなことはできないと言っていたのが自民党でした。しかし安倍総理、これを幸福実現党の政策真似をしてやってみた。そしたら日経平均2万円超えました。一時期景気が良くなったかのように見えた。しかし安倍総理、やってはいけないことをやってしまった。それが消費税の増税だったんです。幸福実現党、この日本を経済成長させるためにはブレーキとアクセル同時に踏んだらもう前に進まなくなってしまうから、消費税の増税、これをやってはいけない、そうずっとお伝えしていました。しかし安倍総理、 5% の消費税、この社会保障費確保するために、財源確保するためには増税しないといけないと、この日本人の優しい優しい心理につけ込んで 5% を 8% に上げました。結果この日本の景気どうなったか、たくさんの中小企業苦しみました。この 5% から 8% に上がって会社が潰れて亡くなった方だっていらっしゃるんです。そんな中、しかし民間は頑張ってなんとかやろうとしてる。でも安倍政権、ここから何をしようとしてるのか、2年半後増税すると言ってるんです。これどういうことか、もう一回、2年半後に政府が自らこの日本を不景気にしますよと、それを約束しているようなものなんです。どうか皆さん、政府が言わないこと、幸福実現党は2009年からお伝えをしております。消費税を増税しても日本の税収は上がらない、この当たり前のことをずっとお伝えしている幸福実現党です。2009年当時、私たちはそうお伝えしていました。しかし安倍政権 8% に上げて景気が悪くなったとき、これを予想できた人はいなかったと言っていました。幸福実現党は予想していたんです。当たり前のこの経済政策、お話をしていたんです。幸福実現党には政策があります。この日本経済浮揚、経済成長させる、景気回復させる、その方策があります。どうか今回の選挙、2枚目の投票用紙は幸福、幸福、
幸福実現と、この幸福とお書きいただいて、日本の経済、もう一度立ち直らせたいと思います。じゃあ減税して、財源どうするんだ、社会保障費どうするんだ、そう言われることがあります。しかしどうか知っていただきたい。まずこの日本、減税して景気回復させる、自然に税収を私たちは増やしたいと思っているんです。なぜそんなことが言えるのか。この日本の経済 60% 以上、今日皆さんが一日お買い物をされた、これからお買い物をされる、その個人消費で成り立っているからなんです。そこに消費税というのがまるで関所のようにブレーキをかけている。これを外すことで、この日本の消費景気を起こしていきたいと思っています。これは机上の空論ではありません。イギリスやカナダ、他の先進諸外国ですでに減税による経済成長を実現しています。むしろ増税をして経済成長した国、世界中でどこにもありません。減税による経済成長、これをこそ幸福実現とやってまいりたいと思います。幸福実現党は与党でもない、野党でもない新しい選択です。自公政権のままでは経済が死ぬ、これどういうことか。安倍政権の正体はばらまき政治だからです。ばらまき増税政治、政府の力をどんどん大きくして、政府の力をブクブク太らせて民間の力をなくしていく、これが安倍政権の正体です。一億総活躍社会と言うけれども、やってることはその逆です。今私たちのさまざまな税金もう 43% を超えています。私たちの手取りを減らしているのは安倍政権なんです。自公政権なんです。しかも増税、2年半後に増税をかけるときには、公明党はプレミアム商品券で消費マインドを作ると言っています。そして軽減税率を適用すると言っています。日本人をバカにするんじゃないよと私七海ひろ子は言いたい。プレミアム商品券なんて、そんな税金で作ってくれなくたって、普通に減税されたら私たちは買い物をします。小田急さんだって今一生懸命バーゲンやってます。こうやって企業努力してるんです。減税してくれたら北海道から沖縄まで平等に、一番この私たちの暮らしが楽になる方法なんです。軽減税金、もしこんなものを適用したら、日本恐ろしいことになります。どんな恐ろしいことが起こるのか。それはどの商品は何パーセント、どの食品は何パーセント、これを全部役人が決めていきます。おそらく新しい省庁作られるんでしょう。新しい役人が生まれます。この役人誰が養うんですか。日本人の汗水払う垂らして朝から晩まで働いた私たちの税金使って、その役人がどの商品何パーセントって決めていくんです。そんなことに何の意味があるんでしょうか。自公政権のやろうとしていること、税金の無駄遣いそのものです。今回の舛添知事の件で、東京の皆さん税金の無駄遣いは嫌だと思ってらっしゃる。でもどうか知っていただきたい、とんでもない無駄遣いが今自公政権の中にあります。今回も選挙の前になると、安倍政権はばらまく、65歳以上の方々には3万円ばらまく、どうしてか、一番投票率が高いからばらまくんです。この3500億円というばらまき、これに日本人目をつぶっていられますでしょうか。このまま自公政権の道突き進んでいったら、ばらまき増税政治がどんどん加速して、この財政赤字膨らんでいくばかりです。そして私たちの暮らしはきつくなる。どうか今新宿ご通行中の皆さん、小田急百貨店の皆さん、どうか今回の選挙、アベノミクスの是非を問うんじゃないんです。増税か減税か、その選択が迫られています。どうか減税の政治を、本来の民間の力が生かされる政治を行っていきたいと思います。幸福実現党はこの自公政権のばらまき政治終わらせたいと思っています。政府の力を
どんどん大きくする、この巨大化していく政府、肥大化していく政府、これを止めたいと思っている幸福実現党です。どうか2枚目の投票用紙には幸福とお書きいただきたいと思います。そして1枚目の投票用紙、これは東京ではトクマ、カタカナ3文字でトクマ、活動しております。尖閣に上陸した男です。4年前魚釣島に上陸しました。4年前、私たちの日本の領土、この尖閣諸島に中国の漁船が来ていた。このままでは日本の領土を守れない、そう思って命がけで海を渡った。自分の国の領土に渡って何が悪い、そう言って命がけで魚釣島に上がった、上陸した男がこの東京で出ております。トクマ、カタカナ3文字でトクマです。4年前来ていた船、中国の漁船でした。漁船です。もちろん中国共産党の手が伸びた漁船だとは思いますけれども、漁船でした。しかし4年経って2016年、今中国から来ているのは何ですか。漁船ではないです、軍艦です。軍艦が尖閣諸島の領海に侵入してきた。日本政府、もちろんすぐに強い懸念、これを表明しました。しかし1週間も経たずにです。鹿児島県口永良部島という噴火をしたところです。覚えてらっしゃる方も多いと思います。その鹿児島県の領海にまでこの中国の軍艦です、軍艦が入ってきました。しかし日本政府がそこに懸念を表しても、航行の自由がある、中国の軍艦がこの海を渡る自由があると言ってはばからない、これは何を意味しているか。いつでも中国は日本と戦う用意があると言われていることなんです。これに対して民進党、共産党の野党連合、何を言っているんですか。安全法制廃止すると言っている、憲法9条守ると言っている。つまり民進党、共産党をもし皆さん選んでしまったら、もうこれは日本が北朝鮮からいつミサイル落とされても、中国の軍艦が入ってきても、日本人の命守れないっていうことなんです。日本人を丸腰にして、もしミサイルが着弾したって、この共産党、民進党は何もできませんよ、そう言っているんです。つまり彼らは日本人の味方なんかじゃありません、国民の味方なんかじゃありません。民進党は、共産党は中国の味方です、北朝鮮の味方です。どうか皆さん気づいていただきたい。この北朝鮮のミサイルが選挙戦の初日に飛んできました。まるで日本政府挑発するように飛んできました。その時にこの北朝鮮のミサイルから日本を守る必要があると言えた政治家、どれだけいたんでしょうか。幸福実現党はこの議論に、幸福実現党はこの中国共産党、そして北朝鮮の脅威から日本を守る、日本人の命を守る、この当たり前のことを、政治家としての当たり前の責任を果たす、これが唯一言えている、それが幸福実現党です。今回参院選、どうか今新宿ご通行中の皆様、与党でもない野党でもない、新しい選択があります。新しい選択、幸福実現党があります。どうか1枚目の投票用紙は、東京の皆さんは徳間、そして2枚目の投票用紙には幸福とお書きいただきたいと思います。幸福実現党、2009年に立党しました。その時も今と同じように北朝鮮のミサイルが飛んで、そして増税がされる、そんな時でした。その時にまともなことを言える政治家がいなかった。だから私たちはやむにやまれず立ち上がりました。立党して7年、若い皆さんありがとうございます。2枚目の投票用紙、幸福とお書きいただいて、一緒に日本の運命切り開いていきたいと思います。幸福実現党党首釈良子とともに45人の選挙区すべて両立して今回の再選臨んでおります。この未来、日本の未来に責任を果たす覚悟で臨んでおります。党首釈良子とともにこの選挙
戦い抜いてまいります。どうか最後の最後まで2枚目の投票用紙幸福幸福とお書きいただいて、日本を減税の国にしてまいりたいと思います。そして自分の国は自分で守れる当たり前の国にしていこうではありませんか。どうぞこれからも幸福実現党、幸福実現党をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。七海ひろこ候補、ありがとうございました。続きまして幸福実現党党首釈良子より皆様にご挨拶をさせていただきます。釈良子党首、よろしくお願いいたします。新宿駅前ご通行時の皆様、こんにちは。幸福実現党党首釈良子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私たち幸福実現党は今回の選挙45すべての選挙区に候補者を擁立しました。そして全国比例で私釈良子、それから今ご挨拶をさせていただいた七海ひろ子とともに戦っております。全国でこれだけ候補者出したところないんです。なぜ私たちのように全国で候補者を立てて戦うのか。それはこの国を幸せにするお一人お一人の暮らしに寄り添って本当に正しいことを言う政治家が今この日本にいないからです。私たち幸福実現党、必ず皆様のためにお役に立ちます。自民でも公明党でもない、民進党でも共産党でもない、新しい選択として私たち立ち上がりました。よろしくお願いいたします。さあ私たち幸福実現党は皆様に新しい選択肢として立ち上がりました。まずどんな選択肢なんでしょうか。一つ目です。日本では今どこの政党も基本的には増税路線です。大増税路線なんです。減税だと言っている共産党さんもこの法人税上げるとか、あるいは累進性を強化するとか言ってますので、増税政党です。私たち幸福実現党は今この日本の中において際限のない増税でもう税金疲れしている皆様方に新しい選択肢として減税からの景気回復をお訴えする唯一の政党なんです。どうでしょう。減税です。減税をやらせてください。なぜ減税なのか、皆様多分こう聞いてきたと思います。増税しても消費税を上げても経済成長するんだと、増税しても景気に影響ないと、こう安倍首相は言いながら増税しました。 5% から 8% です。しかし2回延期しました。それで今胸を張ってます。まず消費税を増税して家計の消費支出2年連続マイナスです。だから百貨店もまたタクシーだって飲料メーカーだってどこだって厳しいんです。なぜこんなに厳しいのかといえば、日本の経済に理由があります。6割が消費で成り立っているからなんです。今デフレの時代、物がだんだん安くなってディスカウントショップ大流行りです。ディスカウント型で流行っていけばそれは不況ではないんですけれども、こう安くしたものにまた消費税を上乗せするので、減税増税するので、これがまたきついんです。私たちこの日本相当税金払ってます。皆さんいかがでしょう。給与明細見てください。税と社会保障を合わせるとなんと給料袋半分です。 43.4% サラリーマンの平均年収414万円です。10年前に比べると25万円も減ってます。デフレの時代、消費税上げられて景気どんどん冷え込んで、そして2回延期して胸張ってる場合じゃないんです。まず安倍首相には消費税の増税がアベノミクスを失敗させた原因だと認めていただかないといけないんです。私たちまずこの消費税の増税がこの日本にとって本当に大ダメージだ、ここから出発してるんです。だからまず消費税を 8% から 5% に下げる。そうしたらこの日本の景気一気に回復していくんです。私たちにやらせてください。減税です。減税政党です。
では私たち幸福実現党減税と申し上げましたけれども、この消費減税他の国でもやってます。カナダです、インドです、ロシアです、いろんな国で減税しております。そこから景気を回復軌道に乗せていくやり方あるんです。これをやらずに今どこの政党も財源確保のためには増税しかないって皆さんを刷り込んでます。なんでこんなこと言うのか、増税してその財源を確保したものを選挙のためにばらまこうとしてるんです。皆様、選挙前にばらまきのメニュー、ここ何年続いてますか？地域振興券、定額給付金、別にいらないばらまき、いろんなものがあります。こうしたものが全部駒子の台に付けになってるんです。そして業界ごとに評価割れてます。多分多くの皆様は自民党に入れないと仕事にならないとか、民進党に入れないと付き合いが切れてしまうとか、こうしたことで投票行動されている方たくさんいらっしゃると思います。しかしそろそろ限界です。このやり方が、今の既存の政治家が際限なく増税して、それでばらまくこのシステム支えてしまうことになるんです。だから私たち幸福実現党は、このようなしがらみの多いこうした政治を根本から変えるために、一律北海道から沖縄まで全部減税、全部減税です。この景気波及効果、刺激の刺激、すんごいことになりますよ。皆さん、消費税の減税、ここからやらせてください。幸福実現党、減税をいたします。ありがとうございます。さて、私たちもう一つ、政治じゃないと乗り越えられない壁があると思います。それがこの国を守るということでございます。今まで既存の政党は、選挙のたびに国防というと票が減るので、一切選挙の時にこの問題口を封じて話しませんでした。しかし選挙のたびに、7年前に一党した時から、北朝鮮のミサイルが危ないですと、これを何とかしないといけませんと言って選挙をしてきたのが私たち幸福実現党です。さあ、どっちが正しかったんでしょうか。何回北朝鮮にミサイルの実験させればいいんでしょう。いよいよ危なくなりました。高度 1000km の高さまで上空上がってしまったので、今度都市に落とせるようになってしまったと、冗談なくこれは本当に危ないとこう言われています。この国防の話、実は若い方の方が関心が高いと、そのような感じがしております。私たち幸福実現党は、この北朝鮮の核に対してどのように対応すればいいのかという問題に真正面から取り組んでいます。他の政党、他の既存の政党、特に安保法に反対する野党統一、この大同団結した野党の皆様は、この日本に向けられた北朝鮮のミサイルは危なくないと言うんでしょうか。もしそうだとしたら、これは旧社会党が北朝鮮に拉致された人はいなかったと言って、そして日本人の私たちの同胞が船に乗せられ、そして家族を引き裂かれても全く知らぬ存ねずしていた、それと同じじゃないでしょうか。この日本にとって今最大の危機、それが国防の問題です。私たちはまず当然外交でこの問題をしっかりと解決していくべきだとは思います。アメリカとの連携をしっかり強化するとともに、北朝鮮や中国の背後にあるロシアとは G8 への復帰を促しつつも、連携を強化する平和条約の締結に向けて進めていく、あるいは台湾との連携も、これも大事です。しかしそれでもなお、この日本は自分の国は自分で守ると言い切ることができなければ、やがて終わってしまいます。もし世界で200カ国ありますが、自分の国を守る軍隊を持っていない国ありません。なので私たち世界で極めておかしな国なんです。 GHQ の憲法から始まって武装解除させられたこの日本は、本当は自分の国は自分で守るどころか、世界の方々が尊敬するような
そうした大和魂のある国でした。今自分の国を自分で守ると言い切ることができなければ、この日本は次の段階には進めません。だから私たち幸福実現党は、しっかりとこの国を守る、安倍首相がライフワークと言うんだったら、この選挙でも憲法9条改正とはっきりとおっしゃっていただきたいと思います。憲法9条の改正、そして北朝鮮の核に対して、この核を無力化するためのさまざまな方法、あるいは核装備すらもう関係をしなくてはいけない時代に入りました。私たちは他の政党が言わないけれども、必ずこれは次の何年か、少なくとも5年以内には、中国共産党が台湾の領有というものを、中国共産党立党100周年の2021年頃には本格化させるであろうというタイムリミットを考えたときに、今回の選挙もとっても大事だと思います。私たち幸福実現党はこの国を守るために、大和魂取り戻して頑張っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。これやらなきゃいけないと私たち思っております。そしてこの国の誇りを取り戻します。私釈良子、2月の15、16日ジュネーブの国連女子差別撤廃委員会に行きました。強制連行だ、あるいは性奴隷だと言われるでっち上げの女子差別、この南京の問題、そして慰安婦の問題、これなんとかしたいと思って私国連に行ってきました。英語で1分スピーチしました。次の日政府も一生懸命なかったと言ってました。ところがです、2日目の対日審査の時に本省が現れました。国連女子差別撤廃委員会、杉山外務審議官が一生懸命話をすると物笑いの種になってるんです。なぜ慰安婦がないって言うんだったら日韓合意を形成する必要があるんですか。なぜもしその慰安婦がないんだったら教科書に書かないんで、教科書に書くんですか。なぜ河野談話でそういう表現があるんですか。立て続けにこう言われて物笑いの種になってるんです。日本は日韓合意、安倍談話でもっとこの歴史の問題悪化してしまいました。私たち幸福実現党はこの問題しっかりと取り組んでまいります。そうでなければ子どもたちがかわいそうです。私がこうしたところで街頭で慰安婦の問題や南京の問題など本当は話しても票にならないと言われますが、こういう話をして、そして皆様方、若い皆さんのおじいさんの代、立派な日本人だったんですよと、私たちの先人たちはこの国を守るために戦いつつ、またアジアの同胞を解放する、白人の欧米列強の植民地支配から私たち解放した人間たちなんですよと、世界で誇るべき精神性を持った立派な国だったんですという話をしたら、若い人は時折涙を流す人だっているんです。私たちこの日本は本当にすごい国です。ここからなんです。これから私たち大きな選択です。際限のない増税で皆様の可処分所得がどんどん減って、何でも国にやらせる、結婚の時も出産の時も老後も何もかも全部大きな役所を作って、際限のない大きな国家にして政治の権力をどんどん強めていく、そうした大きな政府がいいのか、それともアベノミクスではない民間が主役の経済、皆さん給料を上げてるのは安倍首相じゃないです、社長さんです。民間の社長さんが給料を上げてます。その民間の力を引き出す、そうした政策を私たち幸福実現とやろうと思ってます。安い税金で小さな政府、もしお金を使うんだったら無駄なことにお金を使うのではなく、天下り先をいっぱい作るのではなく、国の富を上げる方向、交通革命を起こしたり、新しいエネルギーを作ったり、ロボット産業を立ち上げたり、こうした次の時代の富を生む方向でお金を使うべきだと思うんです。今どこの政党も同じことを言っております。分配と経済成長両立、そんなことできたらどこの国だってやってます。まずだから減税をして、
そして国の富を増やす、1億人にきれいにばらまいても全然豊かになりません。そうではなくて、この国をしっかりと成長させる産業を起こして、そして国の富を増やす、税収を増やす、税収増やすために経済成長、こちらの方向で私たち戦っていきたいんです。そうした政党ないんです。どうか新しい選択です。私たち幸福実現党にどうかお託しいただけませんでしょうか。百貨店も復活し、飲料メーカーだって車だっていろんなところが復活していくのが消費減税、減税からの景気回復、自由の経済です。頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。釈良子党首、ありがとうございました。七海ひろこ候補、釈良子党首、両候補の熱い熱い思い、皆様に届きましたでしょうか。愛してるから黙ってられない、この熱い熱い参議院選、皆様の幸福を守るため、明るい未来を切り開くため、幸福実現党頑張ってまいります。